スラスラスラースエチャンネルです。浜松町駅南口からスタートです。羽田空港に向かう東京モノレールもここから出ております。地図を見てみましょう。浜松町駅が北にあります。これ下に行くと西の方に進んでおりまして、芝公園がありますね。東京タワーも比較的近い場所なんですね。そしてこれから進む道を中央に持ってきました。今から行こうとしているのはポンテ瀬戸海って場所でございます。南口をさらに南の方に進みます。途中物産展がありまして、この時は秋田でしたね。いぶりがっこが気になりますが、今回はさぬきうどんを食べます。ワールドトレードセンター、実は浜松町にあるんですね。まあ世界各国にありますけどね。エスカレーターを降りまして、すぐ反対側に見えるのがポンテ瀬戸海。この中のさぬきうどん森屋さんにお邪魔しました。平日と土曜日しか開いておりません。近辺で働く人のためのお店みたいな感じはありますね。行列のできるお店なんですけども、これはね、おそらくスマホを見ながら食べてる人とか、食べ終わってるのにスマホ見てる人とかいるので、回転が遅いだけっていうのはありますね。香川の地酒を多数取り揃えております。せっかくなんでいただいちゃいましょう。飲み比べセットでいただきました。普段僕はクリーンな日本酒ばっかり飲んでいるので、ちょっとねっとりしてる感じのこの日本酒も新鮮だったりしますね。そして本題のうどんがこちら。ランチメニューもあったんですけども、このビジュアルに目を引かれてしまいましたんで、かき揚げうどんをチョイス。かき揚げが大判で、大判です。これは宮城県のニュース番組ですね。佐藤宗幸さんが MC 務めてるやつでございます。そして調味料も香川県尽くし、特に小豆島ですね。お醤油とオリーブ、オリーブは小豆島の名産ですからね、覚えておきましょう。では査定に参りましょう。それでは参りましょう。森屋さんの査定は、A ランク70点。おそらく正統派と思われるさぬきうどんでいい点を獲得することができました。理由を聞いてみましょう。はい、まあさぬきうどんってとかく凡庸になりがちなところもあるんですけども、こちらのさぬきうどんの麺の感じはちょっと柔らかめなんですが、コシがしっかりある。その結果、さぬきうどんが凡庸だなんて言わせないようなしっかりした仕上がりになっていました。でこのかき揚げもなかなかでかいですけども、サクッてしっかり揚がってるところが良かったですね。若干ダマになってる、揚がりきってないところもあったりはするんですけども、それでも安っぽいところだとさ、半分くらいダマになってるところとかさ、しなってなっちゃってるかき揚げとかあるじゃないですか。そういうのと比べたらもう段違い。ここまで本格的にできてるかき揚げをうどん屋さんで食べられるとは思わなかったですね。ただし一つ気になるのは、店員さんがもうちょっとうまく動いてほしいなっていうところですね。ちょっとてんやわんやになりがちなところがあるのと、あと食べ終わってもスマホを眺め続けてて、待ってる人いるのになかなか帰らないっていうね、これはあんまり介入するとかえって殴られる可能性もあるかもしれないんですけども、ちょっとそこをうまくなんか呼びかけしてくれると、もっと店がスムーズに回るんじゃないかなとは思いましたね。ちょっとそのオペレーションの面で若干違和感はありますが、うどんとしては間違いなく、まあ、この瀬戸内のアンテナショップの上っていう立地も相まって、しっかりしたさぬきうどんを食べられるところとしていいんじゃないかなと思いますね。そういやね、かき揚げうどんで思い出したことがあるんでちょっと聞いてほしいんですけども、まあ、僕の高校の時の同級生で、あんまり接点はないんですけども、背が低くておデブちゃんな子がいたんですね。その子毎日お昼になると購買行って、必ずかき揚げうどんを買うんですよね。かき揚げうどん以外を食べてるところを見たことがないんです。他にもいろんなお弁当あるのに、いつもかき揚げうどんで、そのかき揚げうどん僕も一回食べたことあるんですけども、確かにね、この今回みたいな大きなかき揚げではあるんですが、見事にさっき言ったような揚がりきっていない、もう中が小麦粉の塊になっちゃって全然美味しくないかき揚げうどんなんですね。でもその子はそのかき揚げうどんが大好きだっていうことなんですね。ちなみにそのおデブちゃんなんですけど、また珍しいのが髪型が角刈りなんですよ。
綺麗な漫画で見るような角刈り。しかもね、入学式の時にもその子見かけたんですけどもね、お父さんも角刈り。そっくり。角刈りでそっくり。これはね、もう珍しすぎて、やっぱ気にはなっちゃうんですけどもね。でも話しかけづらい感じではあったんで。僕が人見知りってところが分かったところで、次のお店に行きましょう。さあ、ポンテ瀬戸海を後にしまして、大門方面に歩いていきます。大門と浜松町は乗り換え駅になっています。ついでに言えば、三田と田町、泉岳寺と高輪ゲートウェイは乗り換え駅ですね。浅草線と山手線の平行関係をマスターしておきましょう。走行しているうちに路地に入りまして、神社さんに到着でございます。いろんなメニューがありますね。このお店、さっきよりもハードルは高いです。日曜祝日休みなのはもちろん、夜営業もやっていません。ランチだけです。しかも麺がなくなったら強制終了ということで、なるべく早めに行きましょう。おすすめは開店直前。開店から時間が経つにつれ、どんどん行列が伸びていくシステムらしいです。券売機はこんな感じなんですけども、今回ここに期間限定と書いてあります。明太バター醤油うどんを選択。明太をそこまで混ぜますと代わりに出てきたのがバターでございます。明太うどんっていうと前食べたことありますけども、その時ちょっとねトラウマがありました。まあそのことについては後ほど話すんですけども、混ぜたらこんな感じ。ちなみに期間限定と書いてありましたが、今売ってるかどうかは分かりません。でもさっきのメニューに肉バター醤油っていうのがありました。明太ではなくなりますが、こんな感じの食べたいと思う方はそっちを選ぶといいかもしれません。それでは査定に参りましょう。それでは参りましょう。神座さんの査定は、A ランク71点。こちらも高評価が出ました。しかも1点プラスされております。どこが良かったんでしょうか、聞いてみましょう。せー、はい、いやここは素晴らしい明太うどんでしたね。まあ前学芸大学の温屋さんで大事件がありました。全然明太の味がしないとかで、後から見たら醤油をかけるべきだったっていう話を聞いてね、あーちょっとやっちゃったなと思ってたんですけども、こちらは醤油をかけなくてもちゃんと明太の味がする。ちょっとバターの感じもある。なんだ、温屋のかけ忘れとかあれ関係ないじゃん、評価真っ当だったじゃんって思ってしまうくらいね、ここの明太の個性がしっかり立っていました。でちゃんとお醤油もかけましたよ。だし醤油ですね。だし醤油なので海鮮系で、明太ももちろん海鮮の食べ物で、2つの海鮮の味わいっていうのはこれうまく相乗効果を生んでいますね。よりいい感じの海鮮の旨味を感じることができました。でまあここまで来ると今度は南新宿のうどん新さんみたいに胡椒もかけたくなるとあります。胡椒もしっかりありますからね、胡椒もかけて、3段階のね味変を楽しんでいただければなと思います。ただし麺が若干粉っぽさを感じてしまいました。まあ、明太バターっていうコンテンツで食べるとその粉っぽさを感じてしまうってだけかもしれません。ちゃんとお出汁と共に食べるとその粉っぽさは気にならないかもしれないし、逆に気になってしまうかもしれないしって感じなので、このお店は、まあ、他のメニューも食べるとまた評価が変わるかもしれないよっていうところを付け加えておきます。はい、ということでね、今回は浜松町そして大門の絶対に失敗しないうどんっていうのをね見てきましたけども、本当に失敗してないですね。料理に関しては失敗していない、まあ、ただしちょっとオペレーションの面でね失敗しているところはあったりしましたので、まあ、そこはね治れば完璧なお店になりそうかなと思いますね。森屋さんの方は、はい、神座さんは素晴らしいということでございまして、浜松町近辺でお昼食べたいなってなったらぜひねこの辺に来ていただければいいかなと思います。カトシもね、レコメンの前、神座さんはやってないけど、森屋さんだったら多分やってると思いますんでね、よかったらちょっと訪れてみてください。で、明日は白金のスイーツをやっていきたいと思います。この動画良かったと思う方、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。バイバイ。